皆さんこんにちは。世界の楽団の第一線に立ち続け、戦後日本のクラシック音楽界を牽引した指揮者の小澤征爾さんが6日心不全で死去したと報道されました。88歳でした。葬儀は近親者で営んだそうです。また後日お別れの会を検討しているそうです。小澤さんの所属事務所は、指揮者小澤征爾は2月6日都内自宅にて安らかに永眠いたしました。享年88歳。死因は心不全でした。個人の意思により葬儀は近親者のみで執り行いました。後日お別れの会を検討しています。静かに見送りたいというご遺族の気持ちを尊重し、取材等はお控えいただきたくお願い申し上げます。なおご遺族のご意向により、ご供花、ご香典、ご弔問等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。個人が生前賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたしますと発表しました。小澤征爾さんは数年前から闘病を繰り返しており、体調が思わしくないという情報も多く出回っていました。今回は小澤征爾さんの晩年の闘病生活や妻と子供、年収や活躍について徹底的に紹介していきます。小澤征爾さんは2018年3月に大動脈弁狭窄症を患い入院しています。大動脈弁狭窄症は心臓の弁に不具合が生じ、血流が悪くなる病気です。息苦しくなり、最悪の場合は死に至ります。小澤さんはオペラ公演や演奏会への出演を断念し、治療に専念。4月上旬には手術を受けて無事に退院し、演奏活動に復帰を果たしました。ところが約1年後の2019年3月には急性気管支炎で入院。21日に予定されていた美声歌劇カルメン横須賀公演を当日に降板せざるを得なくなりました。小澤さんは悔しいです、とにかく体調を戻すために頑張っていますとコメント。大好きな演奏ができなくなるのにもどかしい思いを抱えながらも治療に専念してきたのでしょう。かつて小澤さんはいわゆる大病を患っていました。2009年末に受けた定期検診で食道がんが見つかったのです。当時音楽監督を務めていたウィーン国立歌劇場の公演をはじめ全30公演をキャンセル、苦渋の決断だったはずですが、がん治療に専念することになりました。小澤さんは数々の演奏会をキャンセルしたことは残念に思いながらも、がんは怖くないとコメント。兄もがんになったが今でもピンピンしていると語り、ファンの心配を和らげようとしてくれました。そして闘病に入ってから7ヶ月後の2010年8月1日、小澤さんは復帰を果たします。無事に食道がんを完治させ、若い人のための室内楽勉強会に参加したのです。音楽学生25名を相手に弦楽合奏のリハーサルを開始。この日は復帰初日ということで気合を入れて演奏会用の服を着ていました。森花江さんがデザインした黒いジャケットは闘病で15キロも痩せた彼のために奥さんが用意したものです。闘病生活から解放され、学生たちと共にリベルティメント K136 を演奏した時間は至福のひとときだったことでしょう。そして小澤さんは食道がんの発症から10年以上経っても再発せずに元気に活動をしていました。また小澤さんは2011年1月腰痛の手術を受けるため、やはり演奏会をキャンセルの上入院したことがあります。腰痛があるまま活動を続けることはかなり難しいと語り、主治医の指示通り手術を決断したのです。食道がんの手術を乗り越え復帰した直後だったため悔しかったに違いありません。2018年にも腰痛が悪化し精密検査を受けています。しかもこの時の検査では胸椎圧迫骨折も発見され、再び活動停止に追い込まれました。指揮者としての活動や闘病生活を支え続ける小澤さんの奥さんはどのような方なのでしょうか。小澤さんには2度結婚歴がありました。前妻はピアニストの江戸京子さん。2人が出会ったのは男女共学の東邦女子高校音楽科第1期生として共に音楽を学ぶ仲間だったのです。江戸京子さんの父親は三井不動産の社長を務めた江戸秀夫さん。小澤征爾さんのお父さんも歯科医であり、
一般人と比べると裕福な家庭でした。しかし大企業の社長令嬢との結婚は不釣り合いなのではという見方もあったようです。それだけでなく、江戸京子さんは父親から見ても気が強く個性的であったため結婚を反対されたといいます。しかしそれを押し切り1962年に結婚式を挙げました。仲人は小説家の井上靖さんで、それは豪華な披露宴だったそうです。それから指揮者として小澤征爾さんがデビューするまでは経済的な援助を江戸家からもらっていた二人。間もなく小澤征爾さんはカラヤン指揮者コンクールなどで優勝をしたので援助を受けることはなくなりました。しかし女性関係が派手になってしまった夫に対して、もっとピアノを極めたいと努力する妻、夫婦の溝はどんどん広がっていき、1966年に経った4年の夫婦生活を閉じたのでした。そして離婚から2年後の1968年にモデルの入江美希さんと再婚を発表。ロシア人貴族の血を引くクォーターで、気品があふれるとても美人な方で、前妻がいた頃から2人の仲は怪しかったといいます。2人の結婚には周りから見た目の格差がありすぎて、当時は美女と野獣婚とささやかれたそうです。入江美希さんは映画やテレビにも出演していました。日本テレビ系のシャボン玉ホリデーではマスコットガールとして出演。さらには第16回 NHK 紅白歌合戦で審査委員も務めたそうです。小澤征爾さんと結婚してからはほとんどメディアへの露出はなくなりました。しかしファッションデザイナーとして活躍し、ブランドザ・ギンザ・バイ・ミズ・ベラも手掛けました。ベラというのは入江美希さんの本名です。子供は2人おり、1人は1971年に生まれたエッセイストの小澤セイラさん、もう1人は1974年に生まれた俳優の小澤征爾さんです。小澤征爾さんは2024年で50歳です。ワイルドな雰囲気と好感度の高い人物として芸能界内外でも人気があるようです。お父さんは指揮者の小澤征爾さんで、お母さんはロシア人のクォーターで、元モデルの入江美希さん。育ちがよく気品があり、アメリカに住んでいた。帰国子女なので英語も堪能。また撮影現場では周りに気配りができて、場を明るくさせることができるのだそうです。バラエティートーク番組、ダウンタウンのに出演した時も、気さくだけど礼儀正しく話を盛り上げていました。女性にも非常にモテるようで、過去には女優のアンさんや滝川クリステルさんなどと交際し世間を騒がせていました。また多くの方が気になっているのが小沢健二さんとの関係ではないでしょうか。アーティストの小沢健二さんは小沢征爾さんの甥にあたります。名字の沢の字体が違うので言われないと気づかないかもしれませんね。2018年に NHK の朝の情報番組朝一に小沢征爾さんが出演。その時に小沢健二さんについて質問をされたことがありました。すると小沢健二さんは外国に住んでおり、随分一生懸命やっているようだとコメント。機会があれば2人は会ったりしているようです。小沢健二さんといえば東京大学文学部に在学している頃からバンドを組み、1989年にプロデビュー。フリッパーズギターというバンド名でデビュー後すぐに小山田圭吾さんと2人編成になりました。小山田圭吾さんといえば2020東京オリンピックの開会式で作曲担当者になったものの、過去の不祥事で降板。学生時代に障害者などに執拗ないじめを繰り返したことを自ら告白していた問題が再燃してしまったのです。そんな小山田さんとバンドを組んでいたわけですが、1991年に突然解散してしまいました。それからはソロ活動で大活躍し、ラブリー、カローラ2に乗ってや、スチャダラパートの共作、今夜はブギーバックで大ヒット、渋谷の王子様と呼ばれるまでになりました。しばらく音楽活動を休止して、南米などで環境問題のフィールドワークを行ったりした小澤健二さん。また2010年頃から少しずつコンサートツアーを行い、2017年には音楽活動を本格的に再開しています。また小澤征爾さんには孫が一人いるようです。長女の小澤セイラさんは2012年に40歳で成城学園初等部の同級生と結婚。小学校からの同級生だとお互いのことを
よく知っているので結婚生活もスムーズにいきそうですよね。小澤征爾さんが2018年の NHK 朝一に出演した時に孫について語っていました。それによると孫は男の子で当時3歳だそうで、なんと同居しているそうなのです。小澤征爾さんは涙もろくなってきたと言っており、孫を見るだけで感極まって泣けてくるほどだったそうです。そして次に小澤さんは、国内外で名前を知られた指揮者のためかなり高額な年収を稼いでいるのではと気になっている方が多いようですね。豪華な自宅が正常にあるという噂や事務所を持っているという情報もあるため、年収と合わせて調査しました。調べてみたところ、年収は公表されておらず、正確な金額は分かりませんでした。有名指揮者の収入ランキングによると、会場を満席にできる小澤さんクラスの指揮者のギャラは公演1回あたり約500万円とのこと。2回の公演だけで1000万円を稼いでいることになりますね。国内外でコンスタントに公演を行っていますから、年収は1億円を超えていても不思議ではありません。テレビ出演や公演活動のギャラも含めると数億円単位ではないでしょうか。それなりの知名度の指揮者でもギャラは1公演あたり50から120万円ほどが相場のようです。小澤さんのレベルの違いが推定年収からも伺えます。各地に豪邸も持っているようですから、小澤さんは典型的なセレブであり、音楽界を代表する巨匠といえますね。小澤さんの自宅は東京都世田谷区の高級住宅街成城にあります。敷地内別居用の2世帯住宅で、お手伝いさんもいるセレブにふさわしい豪邸です。小澤さんは満州で生まれ、戦後は東京や神奈川など複数の土地を転々としました。成城に暮らしていたわけではありませんでしたが、成城学園高校に進学以降はそこが馴染み深い土地になったのでしょう。ただ成城以外にもボストン、パリ、サンフランシスコ、ハワイ、タングルウッド、長野にそれぞれ豪邸を持っているとのこと。中にはプールや広大な庭がついた豪邸もあります。合計7つの豪邸を行き来するという絵に描いたようなセレブ生活を送ってきたようですね。妻で元女優の入江美希さん、息子で俳優の小澤征爾さんと共にセレブ生活を満喫してきたのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は世界的に有名な指揮者小澤征爾さんについてご紹介しました。長年クラシック音楽界に貢献しながら病気とも戦い続けた小澤征爾さん、ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。